もガンバ得点に向かうことができるか。ゴール前入ってきた、追いついた、遠藤で追いつきました。1対1、今日3試合ぶりのスタメンの遠藤です。藤原からでしたよね、非常にいいボールを入れましたよね。ご覧いただきましょう。そうですね、そしてアデミューソンがちょっとやや潰れるような前の形で遠藤が滑り込んで流し込みました。いや、後半立ち上がりいきなり追いつきましたガンバ大阪。遠藤